港で味わい楽しむ美味しい一日、港オアシス祭りと海のマルシェのコラボ企画、ガブリ丸ごと酒田港が開催。庄内浜の、魚介類を使った、美味しい惣菜、海産物をお召し上がりながら海への理解、そして資源のこれからなどについて、考える機会になっていただけたら非常にありがたいと思ってます。飛島さんのサザエに、こちらはエビを使った濃厚なスープ。フレンチに、人に入れて濃厚なスープを作った。暑い時ほどこの程よい塩分が、天然の塩分が体に染み渡ると思います。海の味もしながら濃厚で美味しいです。会場には庄内浜の恵みが盛りだくさん。ちっちゃい子があのサザエを見てすごいサザエだって喜んでたりもしたので、こう実際に食べる前の姿だったりだとか魚だったり、まあ、そういったものを見てこうやって調理されてるんだなとか、そういうところまで考えていただけたらなと思います。こちらは工作のブース。使われているのは貝殻やプラスチックなどの海洋ゴミです。ヤドカリさんを作りました。本当だ、ハートみたい。実際に海で遊んだりとか、海でただもう体一つで行って遊んで自分でおもちゃを見つけて帰ってくる、まあ、そういうようなこう、まあ、昔ながらの動きがまた出てくればいいなと思ってます。会場は海一色に包まれ、訪れた人たちは庄内浜の恵みをがぶりと満喫していました。海と日本、動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。